ありがとうございます。ここも巻いてるんですね。そうなんです。提供のごめんなさい、ルーナそれですね、下が結構ちょっと提供ちょっと下の方のマークだけ、はい、これどの道、はい、提供消化というのがありまして、テレビの裏事情協賛してくださっている会社様が出るときに何か他の文字だとかは載せられないのですよ。そのほんの数秒ですけどね。Nキャスの一番最後の5秒ぐらいの時、また来週ですとか言って、あそこも提供なので、その時は文字で表現できないから絵だけにしたりとか、文字が入ってくるようなものは全て排除するようにしていたりします。お気づきでしょうか。裏事情。ありがとうございます。巣だけは自前なんですけど、たまたま結構ロゴが多いのかな。あ、内側変わります。盲点だった。盲点。ありがとうございます。すごい、真っ白。ありがとうございます。でもまず何かサーブからいきましょうか。ちょっとサーブがですね、こんな問題がありまして、はい、多分こっちの木に向かってサーブを多分そうですね、多分こういう位置の感じで、はい、じゃあ回っております。はい、はい、どうぞ。 OK です。いいかなと思います。もう一発いただきましょうか。はい、シュールです。ありがとうございます。はい。OK です。はい。これはもう、普段、そうですね。もうそんなに行ってないです。はい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 。こうこって多分普段の多分そうですね、そのかそのメモを考えてるか、はい、やられてる時の多分打ったらどうするか、そうですねぐらいの構えでいいかもしれないです。わかりました。おお、素晴らしいと思います。はい、あ、思いっきり見えちゃってますか。いや、大丈夫です。大丈夫です。上は全然上になれば大丈夫なんです。すみません。気にせず打ってください。嬉しいです。 YouTube 用で。この辺を狙います。普段多分あれだとどういうか、ちょっと一回いいですか。前振り。ああ、ダメだ。ご褒美ですよ。あ、くっついた。あ、ごめんなさい。はい、お願いいたします。あ、おお。もう一回お願いします。すみません。あ、もう一回お願いします。あー、当たらん。コートとかの、 上から来るパターンじゃないか、難しいです。そうですかね、多分角度が違うからなのか、うん、はい、はい、おお、素晴らしい。はい、はい、いいですね。はい、これぐらいの低さ。ちょっとレシーブも落とさないでいただきます。あー、ダメだ。ちょうどやっぱここになっちゃうんですね。ちょっと難しい角度。こう。あ、出てます。はい、はい、ではこれで。だいぶ近いか。大丈夫ですか。はい、お願いします。はい、なんか怖いですよね。このどのぐらいの力でやったらいいかわかんないので怖い。でもなんか力入れちゃいそうで怖い。力入れます。大丈夫です。謝ります。怪我さえなければまあ。じゃあ行きますか。はい、じゃあ行きます。あ、下げちゃった。これも上げたままがいいですもんね。そうですね。はい。すみません。はい。ちょっとやっぱり
山なりでもこう狙う感じとかできたりするか。向こう、はい、はい、行きます、はい、お願いします。ドヤ顔しました。今の撮ってくれました。撮りました。あ、今のがもう最初で最後かもしれない。僕も多分投げられるのそんなに ちゃんとやったことない。あ、ごめんなさい、ちゃんと見たらいいですか。そういや、でも今のめっちゃ良かったですか。強い感じになる。ちょっと生意気っぽいですよね。世界バドミントン東京。いいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ続いてシャトルパリバージョンで、はい、片方に持ってもらってて感じで大丈夫です。世界バドミントン東京。はい、ありがとうございます。世界バドミントン東京。世界バドミントン東京。はい、お願いいたします。世界バドミントン東京。いいですね、ありがとうございます。世界にします。世界バドミントン東京。おお、はい、はい、はい、強くなりました。強くなりました。いいですね。イメージした早く言ってました、はいはい。世界バドミントン東京。はい、はい、いいと思います。ありがとうございます。はい、はい、出ました。はい、はい、はい、です。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。やりたくなってるんですよね。はい、リプチ撮影終了しました、世界バドミントンのグッドモーニングの中のコーナーの蓋になりますので、それではチャンネル登録お願いします。 See you!